母と二人暮らしですが、最近母が入院しました。あさんに勝手に親近感です。応援しています。どういう形で入院されたのかわかりませんが、お母さんのね、気持ちと体に寄り添ってあげてほしいなと思うし、できるだけ生きてる間にコミュニケーションをとって、今入院されてることがすぐ死に直結するかどうかはわからないですけど、うちの母ちゃんも癌を患って、で、その後、 骨に転移してて、それで骨折しちゃうんですけど、骨折で入院して、まさかそのままいなくなっちゃうと思ってないので、でいつ何時ね、お別れが来るか分からないので、えーまあ、入院をきっかけにいろいろと話ができたらいいなと思いますね。死んだ後のことを聞くのってすごいしんどいけど、どういうふうに行きたいって質問するのがいいと思います。今後、どういうふうに行きたいどういう未来を築きたい したら自分で勝手に未来を考えていったら死ぬことを考えるんで、で、その時に私はこうやって死にたいとか、こういうふうに医療と関わりたいとか、なんかその辺をきっちりと聞いとかないと、本当にいざっていう時に、延命治療しますかしませんかってこう、お医者さんに判断を委ねられた時に、延命治療しませんって言える強い人なんていないと思います。僕は母ちゃんから20年間ぐらい1年に1回ずっと延命治療しないでって言われてたんで、延命治療しないでくださいって言えたけど。 うちの家族はね。今日初めましてで質問に答えていただきありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ガンで亡くなってる人多いよね。まあ、そういう病気だものね。骨折入院なんだ。医者には頼らないです。いやいや、お医者さんには頼った方がいいと思います。その,あの骨折に関しては。ただ、コミュニケーション取るのに間には入ってもらわない方がいいかなと思います。